どうもー、えー、今週もね、水曜日になったんで、また、えー、チートデイということでお酒を飲みたいと思います。変わらずハイボールですね、ハイボール。これは、えー、ティーチャーズですね、ティーチャーズでハイボールを作っております。ちょっと濃いめ、まあそこまで濃くないですけど、まずティーチャーズからいきたいと思います。あ、うまいっす。1週間。 まあ仕事をやって、えー、そのご褒美としてね、えー、このハイボール、まずハイボールですね。で、今日はですね、今日も、今日もというか、えー、まだ和弘というこのね、えー、日本酒が残ってるんでですね、この和弘ヒ、えー、生酒ですね、これが美味しい。これと、この松の司、えー、滋賀県では有名な松の司の楽ですね、楽。これを飲むということですね。でまあ えーどうしようかな和弘から飲みますね和弘からいただきますこれ飲んだ時最初飲んだ時も衝撃でしたねものすごいうまかったんでこれでこれ日本酒ねこの蓋蓋っていうかこのまあ蓋ですねこう すぐ2杯目飲むときに開けれるようにここで止まってるこれ見えますかねここで止まるようになるのともうしまう場合はもっとグッと押し込んでもうこぼれへんようにするっていうねこの2段階の止め方があると、えー、しっかりそういうのがな,なってるんですねで飲みます和博うまいこれはうまいわこれはうまいですねなんか で僕も1週間ぶりいうか先週の木曜日から、えー、お酒を木曜日まで飲んで金曜日からずっと飲んでないんでまあそれで美味しいっていうのもありますけどこの「和弘という,もうお酒自体がうまいということですねこれはうまいっすねほんまにで明日ちょっとねまた4号の4号瓶の、えー、日本酒を買いに行こうと思います また今度違う種類のね、えー、日本酒でまあ滋賀県産のやつずっと買ってる和弘から和弘もそうですし松野司さんの楽もそうですけど滋賀県産買ってるんでまた滋賀県産でちょっと蔵の違うやつを買おうかなと思いますちょっと和弘うん松野司さんまあ両方うまいなかなかうまいなというところでうんだから明日はねだから日本酒を買いに行くんと あと先週ねちょっとブックオフに行ってですねこれを買ってきたんですこれ見えるかなえお、ー、いしいおつまみといってこうえー、こうおつまみになるこういろんなこう作り方いろんなこと書いてあるんですよもう簡単なやつなんですよでこれをですね、えー、使って明日そのつまみとしてこう何かを作ろうというふうに思っております例えばこれなんかやったらおいしそうでしょこれ。 大根焼き、えー、油焼き大根ですね備え難しくないんでですね困難をこうやってみるとかね、えー、大根まあ大根油揚げ、えー、万能ネギとこれぐらいでったらできるんでねこれ明日はちょっといいかなこの油焼き大根ねこれをこう作ってみようかなみたいな感じですねこういろいろあるんでねこれはいい本をちょっと買いました これがまあ、まあ、あのー、ブックオフなんで210円ですね210円で買えたんですけどもこれをこういろいろ作ってですあのー、使っていろいろ作っていこうというところで自分のねこの料理、えー、簡単な料理おつまみのこんなこんなおつまみみたいなのをこう作れるようにしてですねほんでこうまあ家族にも食べてもらうし自分でもこう味わうというところをしていきたいなというふうに思います。 で、今日のつまみですね。つまみ、これも、えー、見えますかね。えー、噌ニにんにくとらっきょと、えー、キムチですね。まあ、普通の、えー、つまみ、普通というか、まあ、つまみと、あと、これは、えー、と、かぼちゃの煮物ですね。かぼちゃの煮物。かぼちゃの煮物を、こう、ちょっと、つまみとして食べます。ちょっと、らっきょう、らっきょういただきますね。らっきょう。うん。 うんうん、うんうん、まあ先週のこの時間むちゃくちゃ疲れてたんです今週はねえー、まあ昨日までは結構疲れてたんですけど今日はちょっとまあまあマシですねちょっと動画をね、えー、3倍速でちょっとぐーっとこう集中して見てたんでそれがこう 何時間か2時間、2時間も1時間半ぐらいかな、3倍速で見てたんで、4時間半ぐらいの内容のものを、うーん、ちゃうな、5時間、えー、っと、2時間、2時間、4時間、5時間、そうですね、5時間、6時間やな、6時間の、えー、動画を3倍ちょっとでのスピードで見てたんで、ちょっと脳がね、えー、だいぶ疲れた感じにはなりましたけどもですね、えー、今はだいぶ、もう風呂にこう、 お湯に浸かってですね20分ぐらい浸かったらもうだいぶこう復活したというところです、うん、あうまいうまいで今日のジャンクフードはこちらですねこちらまあ知ってる人知ってるのかなふわうまっていうふわっとうまいふわうま えー、これは東波ハですね東波ハから出てるやつちょっとこれ僕は見たことなかったんでちょっと買ってみようと思って買いましたまあ有名なんですかねこ東波島のトウハトウのふわふわ馬っていうどんなんでしょうかねちょっとうんかっぱエビせみたいな匂いするなうんあうーん あのカールカールのような食感のもっとこうふわっとした感じですねカールのちょっともうちょっとふわっとした感じの食感の味ですねまあまあ、えー、カールが好きな人だったらいいんちゃいますかね、うん、僕はまあぼちぼち、まあ、あまあまあまあのあれば食べるみたいな感じですかねうんこれはまあまあこれはこれでうんいいんじゃないでしょうかうんうん うん。ということで今週はねえー、まあ今日はちょっとゆっくりさせてもうたんですけどもえー、昨日まではそこそここう忙しくえー、させていただいてまあお客さん来ていただいてありがたいことに、ね、よく来ていただいてですねえー、よかったんですけどそれでも合間を縫ってですねちょっとハンドマッサージのねえー、練習をちょっとしました。で 初初めてちょっと練習してちょっと家族にこうあの練習台になってもらってですねちょっとやってみました。でやる前はね、えー、動画を見てる限りではまあまあ楽勝やろうと思ってやったんですけどもですねちょっと力加減が思ったよりも緩くしないといけないまあえー、まあその台になって もうくれた家族はちょっと弱みが好きやからっていうのもあるかもしれないんですけども意外とこう力加減が微妙でですねその辺こうもうちょっと繊細にやっていくためにはだいぶ慣れなあかんのと結構そのえ主義がこう覚えるまでね覚えていってそっからこう自分のなりのあれをこう作っていく形になるんでですねちょっと時間かかるなと思いました。もっと簡単に 変な話、もう1、2週間でばパばってやってしまえばコースとして作れるかなと思ったけど、そんな甘くはなくて、えー、もうちょっと時間がかかると。ほんで、ちょっとか、まあまあ時間、その練習する時間がなかなかこうどこまで確保できるかというところですけど、まあ時間を見てこう、えー、家族の,その都合のいい時間を見てねで、自分の都合のいい時間と会えばね、 ちょっと練習していいきたいあとまた動画をこう見ていってちょっと研究していく形とあとまあ家族もね結構その僕のことを褒めないんでね、えー、結構厳しく言うんでですねその辺はこういいかなと思ってます気使うことなくまあ家族も分かってますからねお客さんにあるんやからそれが商売としてのね、えー、そういう商品になるんでですね、えー、厳しく言ってくれるんですけども、えー、そのためにこうあのー まあ鍛えられるるのもあるしそこでいろいろできることがあるんでですね、えー、これを加えてこう、まあ、ハンドマッサージに関して今週,に今日今週の収穫はまあお客さんが来てくれたいろいろと来ていただいたことがすごく嬉しかった。まあ、まああ ありがたかったこととまあまあそこからいろいろとこう学ぶところ、えー、気づきなどあったんですけどそれに加えてハンドマッサージのも実際に練習までこ,うこぎつけることができたことがまあ一歩前進かなというふうに思います。うん、なかなかねその練習までこうたどり着けなかったんですこれでね えー、一応、そのハンドマッサージをこう受けたいと言ってくれたお客様にですね、えー、次来ていただいたときにちょうど練習開始してますんでっていう話がこうできるんで良、えー、かったかなと、まあまああのー、あやっていってんやなっていうのはこう思ってもらえるかなと思うんで、えー、そうですねこのペースやと今4月ですよね。5月6月6 そうですね、7月ぐらいにはこう、えー、1つコース、えー、補助的なコースですけども、えー、60分のコースにプラス、えー、10分って言ってたんですけど10分では無理ですね、えー、やってると20分ぐらいかかるコース、えー、20分ぐらいかかるんですけどもそれをまあ15分と計算したコース、えー、だから、えー、60分のコースにプラス15分だから75分のコースとしてこう 売り出すプラス、えー、何百円にするかっていうところがこう難しいところですけども、えー、結構ちゃんと作っていったとしてでもその価格的にそれなりにこれやったら受けてもいいなとこの価格やったら受けてもいいなという値段で、えー、僕もこ,うこの価格をいただけるんではいただけるんやったらと納得する、えー、ギリギリ、えー、安い値段その値段 自分の中で納得できる値段やけど一番その中で安い価格をこうつけていこうと。えー、よくね、えー、商売値切り目やって言うんですけどもその、えー、高くする方がそれで価値が上がるっていう形はあるんでしょうけども僕の中で今やってることに関してはある程度こういろいろと経験させてもうての、えー、ことになってくるんで価格はこう、えー、普通の人が聞いたら安めに設定する形になります。 で僕の中で納得してれば、えー、他の人がどんな意見を言おうが、まあ、関係ないと思うんで、えー、その辺でこうやっていこうというところでありますだからそうですねまあ、えー、15分で15分にしてはなかなか安い価格でプラスただ60分プラスということですねそれだけで15分20分のコースとしてはこう売り出さないんで、えー、それでこう作っていこうかなというふうに考えております うん、まあまあうん一歩前進というかちょっとホッとしてるというかまあまあこうこんな感じかもうちょっと時間がかかるなということも分かったということでやる前はねさっさとできるかなと思ったんですけどいざやってみるとこれはなかなかいろんなことでこう,うーんもっとこう考えていかなあかなことが分かったんでまあよかったなというところです。まままあたまたま家族もね その時間結構半日ぐらい空いてたんでこうちょっと付き合ってもらったというところでしたね。うん、ということでまあまあ明日は明日でまあ自分の中でこうやることがあるのとどっかこう一か所ねこう えーまあ、インプットというかね何かを見に行くっていうことをこうして、えー、ちょっと見聞を広めていきたいと思ってますけど、まあ、まず予定決まってないんですけどもどうか決めていきたいなというふうに考えてます。ということでこの後はね坂の上の雲ですね。 ののの上の熊を、えーえのね、DVD で借りて、TSUTAYA のレンタルで借りてるんで、ですねそれをこう80分の、えー、ドラマを見てですね、ほんでこうもうお酒を飲んで、あとベロンベロンになって、そのままもう寝てしまおうというところであります。ということで、今週は以上です。ありがとうございます。